秋山選手のタイムリーを、はい、今のヒットをスローでご覧いただいております。大栄ホークスが優勝するならその鍵は秋山の、はい、そしてこれがライマー選手のタイムリーヒットです。こちらもセンター前に転がっていきます。この間に、秋山選手が帰ってさらに2点ということで2対0と現在のところ大栄がリードしております。さあ昨日はですね大栄もだからそういうミスがないほど上位に残れるっていうところですね。はい、特にね島さん、西武戦でそれで1回目に会いましたですからね。そうですね、だからミスをいかに最小限に抑えるか、そしてそれを得点に結びつけないようなエラーにしていくかということですね。はい、今のやはり松永のその迂闊なそのプレー一つによってこういうヒット1本で2点入ってしまう、そういうまたチームをね代表する人がそういう抜け目のないことをやってしまう、やらないといけないんですね。はい、西武オリックスとちょっと違うところがあってこれ入ってきた。ああなるほどね、そうですか。まあ、西本さんはそのポカというかね、はい、下手な守りというかね、目を覆いたくなるようなそういうあの選手の動きはないと思いますよね。そうですか。さあクルクボの逆転タイムリーが出ました。まあ、この対戦初回に大栄がリードは逆に近鉄バファローズです。バッターボックスに中根です。この西武やオリックスはね、こういう時に、下位打線の選手でも走ってやろう走ってやろうというそういう意気込みがあるんですよね。はい、これはアウトコースの